はい、今回は、公式テストの最適化でスピンを入れた場合での計算を行います。まず今回も例としてチタンカーバイドを行いましょう。まずファイルを作ります。ディレクトリですね。ディレクトリ作ります。そしてまあここはいつも通りなのでちゃちゃっとやっていきます。おっとっとっと、うん、よ、ちゃんとできてますね。で、イニシャライズでファーストモードで、ここから、少し変わります。入力回路を作るイニシャライズカリキュレーションですが、ファーストモードの時にここに、セレクトスピンポラライゼーションカリキュレーションと書いてあります。ここにチェックを入れます。そして、チェックバッチバリューズ、そしてもう一回、ランバッチ、イニシャライゼーションのボタンを押します。そしてビュー STD アウトを押します。で、結果を見ると分かるんですけども、この D スタートというのが、電子密分初期の電子密分布を作るんですが、その後にハイフンのアップというのがついています。これがアップスピン、そしてハイフンのダウンが、DL がダウンスピンのものになります。でこの2つが、ちゃんとできているのを確認してください。そして、OK である。また、他の部分にエラーがないことも確認してください。今回は特にないですね。で良ければ次に、オプティマイズのボタンを押します。そして X オプティマイズのボタンを押し、で今回は、順番に入力してみましょう。1と0とマイナス1の体積変化、パーセントですね、体積の変化を計算します。でエグゼキュートのボタン、そして、Continue with Optimizer で、Edit Optimize Job で、今回は、スピンを入れてますのでここに注意書きがあるように、します。スピンポーライゼーションの場合には、ここに書いてありますね、Run LAPW を、Run SPLAPW に変えてくださいと書いてあります。それはこの一番下の方にあるんですけど、ここの部分になります。ここの部分の run LAPW を run SPLAPW にして Save and Continue with Optimizer のボタンを押します。そして run Optimize Job のボタンを押します。計算が動いてますね。こちらがやっとピンク色になりましたね。結構タイムラグがあるので大変ですが、少し待っていただくことになります。基本的にアップダウンのスピンを入れた計算をする場合にはノンスピンの場合の2倍程度の時間がかかります。うん、終わったような感じですね。おそらくこちらも黄色になってくれると思います。ではオプティマイズのボタンを押してみましょう。問題なさそうですね。この画面が出てくれば基本的に問題ないです。でプロットをして、プロットをします。そうするとこのようにして、スピンを入れた場合の計算もできます。で、こちらの場合も、もっと最低なエネルギーがあるかもしれないので、さらに点数を増やして計算をする必要があります。その場合にはまたオプティマイズに戻って X オプティマイズで
プラスマイナス1までパーセントまで計算しましたから 3% の 2% 大きい方計算しましょう。でエグゼキュート、そしてコンティニューイズオプティマイズ、でエディットオプティマイズにします。ここは毎回、入力しなければなりません。変更しなければなりません。そしてエラン SPLAPW、 ここを変えてセーブ、そしてランオプティマイズとします。終了したようですね。こちらまだ変わってないですけども、まあ、とりあえずこちらを押してみましょう。そしてプロット、そしてもう一丁プロット、そうするとこのように結果が得られます。結果がこのようになります。それで、まあ、こちらに、体積がいくつか、この順番に結果が並んでいますね。体積がいくつかというものとエネルギーがいくつかというものが並ぶ結果が出てきます。あ、こうして数もちゃんと書いてありますね。 4.3468 が最低ということですね。それで、大事なことなんですけれども、こちらのエナジーなんですけれども、これは、単位法内のこちらでビューストラクトで見た全部の原子を足したものだと思いがちになってしまうんですが、実は、あ、すみません、ちょっと、こちらの太陽の原子全てに対してのエナジーだと思ってしまうんですが、そうではありません。こちらの、エネルギー、こちらの全エネルギーというのは、こちらのストラクトジェーンで見たときの、この2つの原子、ここに書かれているアトム1とアトム2の2つについてです。で、いくつかポジションが存在する場合でも、ここにいくつかポジション2、ポジション3出てくる場合でも、このアトム1のところの最初のところと、アトム2って書いてあるところの最初の部分のところの原子だけが計算されて、全エネルギーとしてなっています。で、そこを注意して、いろんな形成エネルギーを求めるときは、計算していただければと思います。はい、今回は以上で終了します。